2020LDE とは直径140メートルのアポロ群に属する地球の近くに存在する小惑星である。2020年6月7日、小惑星が地球から0.03天文単位離れている時に発見された。太陽の光により2019年11月以来小惑星の接近を遮っていた。小惑星は 地球から0.002天文単位の距離で2020年6月5日に再接近した。最近接距離は約プラスマイナス 1000km とされている。この小惑星は2020年の中で月より近くまで接近する最大の小惑星であり、おそらく2011年11月の2005以降でサイズが最大であるとみられている。小惑星は水星、金星、地球、 火星の4つの惑星に接近する。6日間の短い観測アークでは、小惑星が1918年6月に地球から0.0008天文単位の距離で接近し、2024年4月に近星から0.0001天文単位の距離で接近する可能性がある。セントリーでは6.7日の観測アークにより、 2019年6月7日2100万分の1の確率で影響が出るとされている。2014SD も同様の大きさを持つ小惑星の一つで2020年は太陽に接近することはない。ありがとうございます。